青石綿リーベック繊維種とは、核栓石族に属する鉱物である。鉱物学としては、NA2,FE2 プラス 3,FE3 プラス22の素性を持つものを、リーベック繊維種と呼ぶ。また、類似した、素性の鉱物は、リーベック繊維石グループに属する。リーベック繊維種の繊維状鉱石を、クロシライドと呼び、石綿の一種である、青石綿として知られる。 天然繊維である。石綿類の中で最も毒性が強いとされ、国際労働機関が1986年に原則使用禁止の条約を採択。世界保健機関も1989年に使用禁止を勧告した。日本では1995年から使用も製造も禁止されている。クロシドライトは針状に尖った繊維で含有する。 酸化鉄のために青い色をしている。非常に耐酸性が強く、高強度ではあるが、クリソタイルやアモサイトに比べ耐熱性は、同等以下である。この特質を利用して、耐酸用の防食品、高圧管、シートガスケット、吹き付け剤などに用いられていた。国際岩研究機関により、クロシドライトを含む石綿はすべてグループ1に指定されている。さらに、クロシドライトは、 石渡類の中で最も発言性が高く、クリソタイルの500倍、アモサイト100倍とも言われている。ありがとうございます。